はい、出だしはね、本当昨日のあの負けを踏まえて、いろんな部分、もうすべての部分のそのエナジーだったり、まあ、遂行力だったりっていうのが高くていい流れで入ったんですけど、まあやっぱりちょっとね、相手のビッグラインナップとの組み合わせだったり、そういう部分でちょっと流れを渡してしまって、まあまた追う展開になったんですけど、まあこの川崎さんとはもう天皇杯を組めたら5回やったのかな。で、まあ1勝しかできなかったんですけど、まあこの2試合でこう、ね、しっかりまたチャンピオンシップで当たって、また戦いたいなっていうようなこう思いもすごい強く思いましたし、まあ、しっかりね、勝っていけば、また当たれると思うんで、まあ、そのためにもあと残りの秋田の2試合としっかりこうつなげてチャンピオンシップにこうしっかりね、いい雰囲気で入っていきたいなと思います。はい、冒頭の話にもあったように第1クォーターの出だしっていうのは非常にボールも回りながらいい形で速い攻撃を展開できたと思うんですけど、あのあたりっていうのはどの辺を変えていこうというところで指示を出していたんでしょうか。まあ、今日はそのトランジションの部分で、まあ、昨日もオープンシュートは結構打ってたんですけど、やっぱそこを決めきれなかったっていうのもあったんですけど、まあ、その速い展開っていうのを、まあ、続けるっていうのは一つありながら、まあ、そういう中でもちょっとインサイドにもこうボールシェアして、もうちょっとこう相手の目線変えたりとか、そういう部分もしていこうっていう中で、まあ、出だしは本当にボールも人も動いて、オープンシュートもしっかり決めきれてっていうような感じで、できてたのかなと思いますけど。その最初のタイムアウトの後でなかなか向こうに勢いを止められた部分があったと思うんですけど、その後の川崎の対応っていうのはどういうふうに感じてますか。まあ、ディフェンスのね、部分もいろいろ強度も変わったっていうのもあるし、まあ、ビッグラインナップにしてきたっていうところで、まあ、そこがね、やっぱり川崎とやるときは一番こう、難しいところというか、僕自身もちょっと難しい部分なんですけど、まあ、そのうちが、逆に言ったらスモールになってしまうんで、その辺のこう、ローテーションだったりっていう部分は、まあ、チャンピオンシップで当たったときに、しっかりつなげられればいいかなと思ってますけどね。第2クォーターでちょっと点差が開く中で、まあ、なかなかその第3クォーターからまた勢いを持ってっていう部分があったと思うんですが、そこでまた要所のターンオーバーっていうのがあったところ、あそこが難しくした部分もあったと思うんですけども、あのあたりの時間帯の展開っていうのはどういうふうに見てましたか。まあ、おっしゃる通り、もう本当にね、またビハインドを追って後半だったんで、まあ、そこでこう自分たちでまた強度もう一段上げて、流れ作りたいっていうことで、まあ、ディフェンスの部分ね、そんな悪くなかったんですけど、まあ、本当ターンオーバーから、3クォーターだけで9点ぐらい多分取られてるんですけど、まあ、そこの部分はね、やっぱりこう成長していかなきゃいけないところかなと思います。連戦ではありましたが、その辺の疲労度っていうところの影響っていうのは監督としてはどういうふうに見てますか。疲労度は川崎さんの方が あったと思います。ずっとビッグラインナップも30分近く出てますし、プレータイムもね、結構長い選手多いんで、まあ、うちの選手たちはその練習をしている時もある程度こうシェアできてて、20分ぐらいのプレータイムでずっと来れてたんで、そんなに疲れとかそういう部分はなかったと思いますけど、でも逆にその長く出てない分、長く出た時の体力が少しこう心配してた部分もあったんですけど、まあ、そこもね、まあ、少し出たかなっていうところは見えましたけど、まあ、これはもう本当に一人一人のその体力の部分だったり慣れみたいな部分もあると思うんで、まあ、チャンピオンシップまでにしっかり作っていければいいかなと思います。最後にまた川崎と当たりたいというお話もありましたが、まあ、この2連敗というところの中で対川崎という部分で得たもの、選手に共有していきたい部分、言える範囲でどんなところでしょうか。まあ、やれてる部分とダメだった部分っていうのが、まあ、明確に出てるとも思いますし、それは僕自身の方もそうですけど、だから
またね、川崎に挑戦していけるチャンスをこう自分たちでものにするためには、まあ、川崎のことばっかり考えてるわけにもいかないんで、まずクォーターファイナルでしっかり勝たなきゃいけないっていうところなんで、まあ、また一戦一戦しっかり作っていければいいかなと思います。試合後のなんかみんなの挨拶とか、みんなへの挨拶とか、今の感じを見てても結構なんか、いや、この2連敗だけどあんまりこう引きずってないというか、ダメージになってないというか、っていうのはなんか、例えば今日とかも最初のオフェンスとかは相手の川崎が天皇杯でやってきたようなところからは一歩そこに対しての攻略ができたとか、そういうところがあるからって意味なんですか？なんでなんですかね。そうですね、まあ、もちろんその2連敗っていうのは自分たちにとって、まあ、今シーズン初だったし、こうなんていうのかな、勝てなかったっていう部分のその思いもあるんですけど、まあ、川崎は強いんで、実際だからその強いチームに対して自分たちがまあいろんなチャレンジをしながら、まあ、その天皇杯の負けも踏まえてこういろいろやってきたことがやっぱできた部分も、その天皇杯よりできた部分も多かったし、逆にまたそれでやられた部分を次当たる時にまた調整して、やってったら、またこう何て言うのかな、楽しい試合、まあ、負けて楽しいってなんかちょっとおかしいですけど、結構やっぱいろいろね、相手とのこうやり合いというか、探り合いみたいなところもあったりして、そこはまた楽しみだなって、まあ、単純に思ってるんで、この負けっていうのをこう引きずるっていうことは、まあ、実際ないかなと思います。もう次の秋田戦とも次のチャンピオンシップにつなげていくためにもうやるしかないっていうようなメンタルになってるかなと思いますけど、最後の挨拶のところでも、こう、もう絶対に優勝するみたいなことを、こう、ファンに向かって宣言してましたけど、やっぱそれだけこう強いというか、もうそこに向かってやってるっていう意思もそうだし、責任もなんかそういうのはかなり強くあるって感じですか？そうですね。まあ、東地区でね、まず優勝できたっていうことは、本当にこう、シーズン、この長いシーズン戦ってくる中で、やっぱある程度ずっと勝ち続けてきたっていうところだと思うんで、そこはもう本当選手の頑張りだったり、皆さんの応援だったりっていうのがあると思うんですけど、まあ、もう一回、そのね、チャンピオンシップで優勝っていうところまで行くために、もう本当最後自分たちがやり残したことは本当にないっていう状況を僕を含めて選手も一人一人こう作っていけば、今年は本当に優勝できるチームだと思ってるし、しなきゃいけないとも思ってるんで、まあ、本当そこはね、しっかりこう自分で言葉を出しながら、その責任感を強く持って一試合一試合戦っていきたいなっていう気持ちですかね、今は。2点お伺いしたいことがありまして、はい、まず1点目がですね、昨日の試合から の引き続きの話になるんですが、これは昨日の試合の4ピリですかね、で、3つ目のタイムアウトを取られた後に遠藤選手の3ポイントでデザインされたセットを確か決まっていると思うんですね、はい、で、今日に関しても、3ピリですかね、3ピリの6分ぐらいのところで同じように遠藤選手の3、タイムアウト明けに遠藤選手の3っていうからありましたけど、これは、デザインされたプレーで良かったんですかね。今日のは、ちょっとすいません、僕が忘れてるんですけど、忘れてるからしてないんじゃないかなと思います。自分たちの持ってるオフェンスの中でこういうプレーをして、こう、ここをつくみたいなのはやりましたけど、改めてこう新しくデザインみたいなのは今日はほとんどやってないので、はい、っていう感じだと思います。今日そういうデザインしたプレーを指示されなかったっていうのはどういう意図があったんですか？僕はもう最初の方、ヘッドコーチになりたての頃は結構やってたんですけど、それをやるよりも自分たちが持ってるオフェンスの中で何かこう、まあ、変えるんだったらどっかちょっと変えたりとかすればいいかなっていうふうにもう最近ちょっと思ってきてて、選手もね、急にこうデザインされてもなかなかそれ通りに動けなかったりっていうのももちろんあるんで、だから本当局面の時だけやろうかなっていう、こうそういう元に、まあ、あんまり僕はデザインもずっとやってないんですけど、はい、ありがとうございます、はい、もう一点が、
まあ、その川崎戦は、まあ、今回、今シーズンだと、まあ、唯一の負け越しで、まあ、連敗したっていう結果になりまして、で、先ほどの、取材の中で、ね、やれてる部分とやれてない部分があるというふうにおっしゃってたんですけれども、まあ、やれてない部分はちょっと言いづらいところあるんですけど、やれてる部分ということに関しては、どういうところに、強みっていうのを見出されてるか教えていただいてもいいですか？まあ、ディフェンスの部分はね、昨日も、良かったと思いますし、今日も、ある程度の部分はそのできてた、その川崎相手にも効いてた部分もあったと思うんですけど、まあ、あとはね、そのやられたところ、スリーポイント結構そのやられたり、まあ、ミスマッチ疲れながらのそのところをディフェンスをどうするかっていうのは、またその次当たるときにいろいろ考えてやっていけばいいかなっていうところがあるんで、まあ、ディフェンスの部分はそういう感じで、そんなにこう、ストレスがないような状況だったんですけど、オフェンスの部分でやっぱりね、天皇杯もそうだし、その前当たった時も全然点数取れない状況が結構あって、まあ今日もなんだかんだ67点に抑えられてるんですけど、まあそういう中でも昨日もオープンショットを結構打ててるったりとか、まあ今日はあんまりトランジション出なかったですけど、逆にそれを出せるような展開をもうちょっと作ると、まあより今日よりも伸びて、まあ70点台に乗るのかなっていう部分もこう見えたりとかしてたんで、まあそういう意味ではやっぱ天皇杯までずっとやってる中で、ビッグラインナップのあのディフェンスをどう攻略するかとかっていう部分をなかなか練習でもねできなかったんですけど、それがまあ今回は少しこう見えたところがあったかなっていう感じですかね。ブレックスさんのイメージとして、ディフェンスの時一回こうトラップというか、まあ、あとショーディフェンスというのが印象あるんですけど、この川崎戦2戦見てると、あんまりそれ出せなかったのは、やっぱり相手にうまく対応されたっていうところが大きかったんでしょうか？そうですね、まあ一応今日も何回か試みろっていう、こう試みろというか、やろうとした時もあったんですけど、まあそれもうまくこうかわされたりとかした部分もあったり、まあ、ビッグラインナップの時にやっぱりそのブリッツを結構まあ、使ってもいいんですけど、その突破された時にもうめちゃくちゃ小さくなっちゃったり、そのオープンが簡単にできてしまうっていうのがあるんで、まあ、タイミングですかね。もうそこはちょっと、今回はそんなにねそこを出す時がなかったですけど、まあ、そういうタイミングがあればもうちょっと、まあ、僕自身もちょっと出したかったなっていうのはありましたけどね。はい、お願いします。またちょっと川崎、この先の川崎との対戦っていうところに、繰り返しになってちょっと申し訳ないんですけど、まあ先ほど冒頭でヘッドコーチも5回やって天皇杯含めて1回しか勝ってないっていう、そういうこう分が悪い戦績がありながらもやりたいっていうのは、その最終的に優勝を目指す中で、このやられた相手にこうを通ってそれを実現したい、やり返してからそれを実現する、ちょっとうがった見方かもわかんないですけど、そういう気持ちもあっての気持ちでしょ。まあ、それはありますよね。やっぱり負けたまま、ね、終わってなんかどっかで当たれなくてみたいなのもあれですし、まあ、やっぱりこう負けっぱなしで終わりたくないっていうのももちろんあるんで、また次その、ね、でやれるチャンスをまず自分たちでも掴まなきゃいけないし、そのまず掴むまでしっかり戦って、で掴んだ時にまた今日のこの2連戦とかを踏まえた、いろいろこうスカウティング踏まえた部分でやっぱ川崎とこうぶつかっていきたいっていうのはもちろんこう気持ち的には大きいですね。はい、今シーズン初のまあ連敗をしましたけど、まあ、地区優勝はしまして、こうリーグ戦とこうチャンピオンシップってやっぱりこう戦い方っていうのは変わってくるものですか？変わってくると思います。あんまり変えたくないっていうのが本音なんですけど、実際やっぱり今日の川崎とかとやるときはもう変えざるを得ないっていう状況が出てくると思うんで、まあ、それは相手チームにもよりますし、その状況状況にもよると思うんですけど、もうそこはレギュラーシーズンはレギュラーシーズンで、チャンピオンシップはチャンピオンシップっていう感じになるかなって今自分では思ってますけど。短期決戦だからっていう感じですか？まあ、それもありますけど、まあ、勝てなきゃいけないからですね。もう実際どうやって勝つかっていうところに、まあ、本当にもう持っていかないといけないっていうところですかね。はい、で安西ヘッドコーチは以上とさせていただきます。ありがとうございました。